さんこんにちは。山口県のプレイズレポーター、宇部新庄キリスト教会の善徳英子です。今回は4月14日に開催されたラブソナタ下関決起大会第1日目のレポートです。4月14日月曜日午後7時30分から山口県宇部市にある宇部新庄キリスト教会を会場に、5月15日のラブソナタ下関本大会に向けた決起大会として開催されました。山口県の各教会と福岡県からの参加もありました。信徒のご家族や友人、地域の方々への宣伝も兼ねての開催となりました。当日は山口県、九州の各教会の牧師、信徒の皆さんの参加がありました。また地元の新聞にラブソナタ下関プレ企画としてソン・ソルナム氏の写真入りで報じられ、新聞を見て教会を訪れた韓流ファンやフルートファンが多く参加されました。初めて教会を訪れた方々も何組かおられました。信徒の家族や友人も見受けられ、100名収容の礼拝堂に95名の参加がありました。賛美歌と祈りの後、山口福音教会の岩間剛牧師のメッセージ、司会者によるラブソナタ下関の紹介と献金、その後ソン・ソルナム氏によるフルート演奏と信仰の証が1時間ほどなされました。会場には笑い、感動の拍手、そして涙がありました。最後の松の木の演奏では、年齢を問わず信徒もそうでない方も会場が一つになり、大きな感動に包まれました。決起大会終了後のアンケートにおいて、本大会に下関に行くことを希望された方が多くおられました。15日は下関市の梅光学院大学、16日は北九州復興協会を会場に、3日間にわたって決起大会が開催され、いずれも大きく祝福され、参加者の心を動かし、本大会には他の人を誘って参加したいという声が多く聞かれる時となりました。本大会当日、遠方からはバスを貸し切って本大会に参加する教会もいくつかあります。今後も5月の本大会に向けての祈りと奉仕が積み重ねられていきます。3日間の決起大会はラブソナタ下関への扉が大きく開かれる時となったことを実感する時となりました。山口県から善徳英子がレポートしました。